どういうの改まって。いや違う違う、じゃあこれ。これ何か。この前あの清水さんところ自分 YouTube 撮らせていただいた時にこれ食べてめっちゃうまかったんですよ。で作り方これ何ですかライス。ちょっと聞きたいなと思って。何ですかの。カズがバリオやってんじゃないですか。でバリオでこれ置いたらすげえいいんじゃねって話。野菜ラーメンにとか。いい教えるよ。マジですか。え、いいんですか。教える教える。怖い、なんか清水さんが優しいと怖い。やろうかなと思ってんだよ。お、この前やってましたよね。そう。あの、なんか山ちゃん。そう、山ちゃん。はいはい、ボロ負けして、もう一回リベンジしようと思ってんの。無料がかかってるからね。あ、負けたら。負けたら無料。無料。無料。で、できれば、はい、ズーちゃん全然。いや、ちょ、待って。いいじゃん、これ教えたんだからさ。いや、ちょっと待って、それとこれは話違うじゃん。食べるだけじゃん。一応罰ゲーム付き合ってもらう。なんで俺が罰ゲーム付き合う。関係ないじゃん。数。え？数。分かった。じゃあ数の店無料にしましょう。負けたら。負けたらと大戸屋さんと俺は出るだけ。ダメダメダメ。俺はだって関係ない。3人いれば大丈夫だって。3人いればで、その代わりじゃあ向こうが負けたら、うんうん、同じ秋葉原だから今。ああ、うちと大戸屋さん、はいはい、あの立ってもらおうよ。ああ、一日中ありがとうございました、いらっしゃいませ言わせようか。あ、確かに。でもまあ言っても負けないですよね。3人いれば大丈夫。バリオ来てないじゃん。バリオ、お疲れ。お疲れ様です。ティーショットする。なんでティーショットってよ。ゴルフ。どうすんだよ、2人じゃ勝てねえぞ。だって代打金子で、金子今あのほら俺と一緒に前原家に絡んでるから金子も、うん、だから金子がもし俺ら負けたら前原家無料みたいな。あ、でもしょうがないよね。しょうがないですよね。前原家でやるしかねえな。前原家でやるしかねえな。何やってんだよ、カズよ。じゃあ僕が負けたら全店の皿洗い。全店の皿洗い、はい、清水さんチームが負けたら1日無料。無料。よし。今回のですね、罰ゲームの無料開催日ですね、10月10日、前原健さん、10月の17日、これが辻田さんの秋葉原店さんですね。で、10月の24日に大戸屋さんの秋葉原店で開催をさせていただきます。こちらの無料の販売の際に必要になってくる合言葉、一つ目が、いつからそんなに食べるの。いや、もう僕は大食いだなってなったら多分23時とかで。それゴチみたいな企画やるんですか。リアルゴチやろうか。リアルゴチってことで、はい、大食い対決清水さん発案の終了いたしまして、うん、ちょっと今回おそらく辻田さんのチャンネルで配信されると思うんですけど、うん、まあ、皆さんの限界で喋り回したくないってことなんで、代わりに一番余裕の僕が視界を回して走っていただければと。さすがです。はい、気持ち悪くてさ、いや、本当元気ないんです、終わってからずっと。歌は明日味見できないよ、多分。そうですね。正直どうでした。思ってたよりもしんどいもんですか。超きついです。思ってたより全然食べれない。終わらない。汁がないから食えないのかな、逆に。まあ、汁なしで、しかもご飯ってやっぱ水分が少ないので、うん、結構食べにくい食材なんですよね。だ、僕も最初油そばで大食いって言われて、しかもご飯セットって言われて、本当に言ってるって思ったぐらいちょっと食べにくい食材だと思います。大食い向きじゃないんだな。油そばとかうんぬんじゃなくて、もう二度と大食いだな。でも、まあ、山ちゃんの気持ちが分かってるじゃないですか。なんか言い訳みたいになっちゃうんですけど、自分に15分ぐらいから伸びるタイプなんですね。短いで、短いな。何者でもないよ。そうなんですよ。まあでも僕30分経ってるの伸びするしかなかったんで。おぉ。でもね、なんとかしてラスカルの厨房に立たせたいんだよね。なんか違うことでやろうかな。でももう僕伺ってますから、1回目の対戦の時から負けた瞬間に3回戦やると、勝つ、俺は勝つまでやるんだって言ってたんで。なるほど。あの、次もおい、そう、ギャル曽根呼んでこい。ギャル曽根呼んでこい。彼はいくらでもなすから。ギャル曽根呼んでこい。半ズボンで使うじゃないですか。お金の使
作ったですかね、これ。あの、じゃあもう、わかりました。わかりました。もう、解決しないでいいんで、シンプルに注文立ちますね。もう、全然、言ってもらえればすぐ飛んでいくんで、大丈夫ですよ。なんかやめたから。でも、清水さん4回ですよね。で、清水さんが3人いったら、勝てたかもしれないってことですよね。確かに。で、自分たちが力不足なだけで。だから、次回も清水さんが筆頭に、清水さんレベルの人もう2人っていうのは。いや、でもきついよ。でも勢いすごかったですね、最終戦。いや、すごかったですね。いけるかと思ったけど、ダウンしたね。じゃあ、正直言えば俺だって食べてたの。うん、だけど、清水さんの企画でさ、清水さん抜いちゃまずいから。あ、じゃあ、今度続いたボックスやる？いや、違う違う違う。そうだよ、そうだよ。天丼バッターです。清水さんをいっぱい食べちゃったらさ。天丼でもいいよ。ね、天丼でもいいよ。天丼、本当きついんだよ、見たことない。本当きついんだよ。天丼はやばいな。全然やばいっす。できる限りやりたくないです、僕も。あ、本当に。そんな、食べ物で違うんだ。全然やっぱり、限界の量だ。だってさ、いくら食べやすくなったって、寿司も食べやすくなったら一緒だろうだって、これ。確かに。正論ですね。ダメだよ、もう。ちょっと違うことだよ。え、だけど、ちょっと言える範囲でいいんですけど、はい、なんかこう、トレーニングが、なんかどんなものやるんですか？腹筋とか。正直、腹筋は、昔から言われてるんですけど、うん、できる限り鍛えない方がいいんですよ。大食いには大食いには僕らって胃袋は限界まで膨らむと肋骨が折れそうになったりとか恥骨が折れそうになったりするんですよ。でそこまで胃袋が広がるんで、できる限り何もお腹の中とか体の中にない方が良くて、だから大会の時はやっぱり僕もお酒を抜いて肝臓を小さくするとかもやったりとか禁酒にもしますし、いや、ちょっと真面目な話になっちゃうんですけど、はい、いつからそんなに食べれる？いや、もう赤ちゃんの頃からミルクいっぱい飲んでたとか、そういう。いや、僕は大食いだなってなったのは多分23歳とかで。それまでは？それまでは全然気づかなかったって感じで。気づかない？まあ、元々そんなことあります？そうなんです、もともと高校生ぐらいまでは、それこそペヤングの大盛り2玉あるやつじゃないですか、うん、はいはい、あれ食えなかったんですよ。なんか精神的にさ、女に触れてなんかが壊れたとかじゃなくて、あ、じゃないじゃないどっかが行っちゃったとかじゃなくて一時期その僕職人、現場とかに入る職人さんをやった時期があって、はい、普通に働いてると体が重かったので筋トレにハマった時期だったんですよ、はいはい、やっぱ軽く運動ができるようにと思って、はい、でもその時期ってやっぱり筋トレをしてるので満腹まで食べることがなくて、やっぱりこう原料虫に近いものを食べたりとか、なるほど、でその満腹まで食べるっていう機会がなかったんですよ、はい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 、でたまたまちょっと友人のその若いノリじゃないんですけど、うん、チャレンジメニュー行ってみようよみたいな、あ、ノリで、はい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 、僕は誘われた側でどっちかっていうと、はい、食べれるわけないでそんなやめときないみたいな、でもまあ分かって行く行くよっつって行ってみたら、はいはい、ペロッと食べちゃって、え、それ何人前だったんですか？それが何人前っていう数は分かんないですけど、3kg カレーです。じゃあラスカル 初の大食いはカレーを3キロが初めて。そうですね。わお、今ラスカルっていろんな食材食べてるんだよね。もういろいろもう全くジャンルは問わず、味は分かるし値段も分かるよね。それゴチみたいな企画やるんですか？お前リアルゴチやろうか。リアルゴチいいとこだよ。社長3人対 YouTuber って言ったら、もうそのなんて懐事情のレベル違いすぎてそこ、いや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 、やらしいわ、やらしいわ、やらしいわね、一撃だよね。まあもちろんやっぱり今日の結果で分かったのは、どうしても大食いの土俵だと勝敗が見えちゃう部分があるので、もちろんそういうごちそうは一撃ですけど、友達もついてきて、じゃあ俺ら軍団とラスカル軍団で、自分はラスカル軍団にいますんでなんか勝てる気がするすいません値段とかじゃなくても人気メニューとかでもいいかもしれないですね。ランキングでポイント制にして、これで持ってるのもいいよね、うん、1位のメニューが10点とかで10位が1点とかにして、それで当てた総合計でチームに競えばいいですか？でもそれ食い切んなきゃいけないですよね。そうです。え、いいじゃん、俺こっちチームだったらいいんですよもう食いまてんなんですけどやっぱりギャラスの呼んでこいで, もでもなんか面白い企画やろうよ。そうですね。ねえ、うん、なんかでも面白い企画ないかな、うん、でもさ、お店の中だとさ、プレミアムで入れて、はいはいはい、で、大食いチャレンジしてるとこ動画撮影してるとこ観客入れるとかさ、
まあそうですね、まあ、まあ時期も時期で考えなきゃいけないですけど、まあそのタイミングはね、もし会えばそういう企画も面白いですよね、うんうん、見たい人もいるよね。だってこんだけ俺らがびっくりするんだから。いや生は違いますよ、ね、生で見たら多分早いし早いね、びっくりしたと。あと綺麗ね、綺麗。でもずっと美味しそうだし、でやっぱり基本的にはあの美味しいからできるのはありますね。あ、まあ美味しかった。はい、やっぱ見慣れてる人からするとやっぱりコメントでも言われるんですけど、ニコニコしててもあ、ここはああだったんだねとか分かる人は分かるみたいなので、やっぱちゃんと美味しくないとああいうのは出ないのかなってところありますけど、でちゃんとさ、こっちが邪魔してもきちんと対応してくださって真面目にすごいわ。すごかったよ。ただ1セットにライス3杯並んでる。しかも最後日本昔話で、日本昔話で、だって何やってもダメなんだもんね。勝てないですね。ないよあれは。ちなみに僕なんか、それこそお店は全然やってない人なんで余計わかんないんですけど、清水さん前回その戦いで負けた時に無料1日やったじゃないですか、うん、やっぱお客さんの反応って全然違うもんなんですか。でも喜んでくれたよねみんなね。そうですね、それ嬉しいですよね。だって700円のラーメンに4時間並ぶんだよ。2時間か2時間半、うん、帰りますね。お祭りじゃないんだけど、そういうことをやってるから、楽しそうだからって、喜んでもらえるから、うん、2回やるとは思わなかったけどな。自分ですよ、まさかやると思わなかったのは、本当に。いや、俺は勝てると思ってたからね。シヒルトも3人だから、本当に。もともと、新人さんとかもいろいろお話聞いたんですけど、YouTube 始めるきっかけなんかも、なんていうんですか、お店やってるだけだとお客さんに還元できない部分があるから、まあ、収益も寄付したりとか、いろいろ営業所だけではできないお客さんへの還元の仕方をしたいから俺は頑張ってるんだって話をされてたので、本当にその無料なんか本当に還元が体現したようなイベントじゃないですか。だから本当に有言実行というか、なるほど、ちゃんとした社長ってこうなんだっていうの、僕はもうものすごいこの姿を見て学んでるんですよ。ちゃんとしたんですかって。まあちゃんとはしてないから、ちょっと。いやいや、わしはそんなに言ってるのもあるので。あれですね、やっぱ、忖度。そうだった。SD ですか。僕SD。巷で有名なのは今井下で。じゃあ、そろそろ時間の時間で。はい。今回は、ラスカルチーム対、大戸屋清水率いる、辻田金子、3人で、戦ってきたわけですけれども、見事、惨敗しましたということで、情けないところを、お見せして大変申し訳ございませんでした、これからもですね、また楽しいことをいろいろやっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。1つ目の合言葉は2つ目は3つ目の合言葉は、おです。お疲れ様です。